アルテュール三世、アルテュールドリッシュモン、アーサーデリッシュモン、1393年8月24日から1458年12月26日は、中世フランスの貴族、軍人、百年戦争後半に、フランス王軍司令官として活躍した、正義の人、ルジャスティサーの異名がある。後に、ブルターニュ公アルテュール三世、アーサーイーレ・ブルターニュ、ブルトン エルツェハイエイエイバース、在位、1457年から1458年、ともなった。ブルターニュコージャン四世と、ナバラ王カルロス二世、悪人王の、娘ジャンルドナバールの次男で、当初、パルトネー教、リッチモンド博、名目のみ、後に追い、兄の子のピエール二世の後を継ぎ、ブルターニュコーアルテュール三世となった。他に、トゥレヌコ モンフォール博、イブリー博の称号も合わせ持ち、トネール博領も合わせ持った。また、フランス元帥の地位についた。リッチモンド博は、ノルマンコンクエスト以来ブルターニュ公にたびたび与えられてきたイングランドの爵位であるが、ジャン四世の死後は、ベッド・フォード工場に与えられていた。しかし、ブルターニュ公下ではその後も博位を自称して、アルテュールに与えたため、アルテュールは、 リッシュモン、リッチモンドのフランス語読み、リッシュモン、あるいは、リッシュモンが発音に近いが、日本では、リッシュモンと寛容的に呼ぶと呼ばれた。リッシュモン大元帥とされることが多い。アルトゥールは、様々な称号を持つものの、その前半生においては実習をそれらの領地からは、ほとんど得ることができず、実刑のブルターニコージャン合成の援助などに頼っていた。 1410年から1414 14年のフランスの内乱ではアルマニャック派に属してブルゴーニュ派と対立1415年のアジャンクールの戦いでは負傷してイングランド軍の捕虜となったが1420年に解放されトロワ条約を承認するよう兄のジャンゴイを説得した1422年にはイングランドからトゥーレーヌに助諾されたが1424年に フランス王シャルル七世の陣営に戻った。翌1425年に王軍司令官に任じられ、1429年のパテの戦いでは、ジャンヌ・ダルクやおいのアラン・ソンコジャン二世と共に戦った。ブルターニュコになる以前から、フランス宮廷において重要な存在であり、カリスマとなったジャンヌ・ダルクの支持者の一人であった。リッシュモンは、 頑固さと感触のために1427年には宮廷から追放されているが、1433年に宮廷闘争の勝利により、シャルル7世への長身を追放して影響力を取り戻し、1435年に締結された、シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ3世、全領公とのアラスの和訳を取りまとめた、中心人物の一人となった。この和役により、 フランスとブルゴーニュは和平を結び、イングランドを敗北に導いた。そして1450年のフォルミニーの戦いで、フランス軍を率い、イングランド軍に勝利し、ノルマンディを再征服した。ブルターニュ公の一族であるため、単なる軍人としてではなく、政治的な動きも多く、フランス、イングランド、ブルゴーニュの間で揺れたり、その中を取り持ったりと、複雑な動きをしている。 また、シャルル七世の宮廷においても、王妃マリーダンジュンの母である、アラゴン王女、ヨランド・ダラゴン派として、宮廷闘争に加わっている。しかし、決定的な戦闘における勝利と王軍の改革に貢献し、百年戦争をフランスの勝利に導いた。フランス西北部のブルターニュの住民ブルトン人は、ケルト人と考えられている。サクソン人などのゲルマン人との混血が進んだ。 イングランド人よりも純血性を保持していて、どちらかというと、フランク族などのゲルマン所属との根血が行われた、フランスの他の地方よりも、海峡を隔てたグレートブリテン島の方が、文化的にも近く、半独立状態を保っていた。イングランド王家が、隣のノルマンディから出ていることもあり、英仏両国の複雑な事情から一概に、フランスに帰属すべき地方だとは、言い切れないのが、 当時の状況であった。歴代のブルターニュ公は、反独立を貫こうとし、それは後に、皇位を継いだアルテュールも、例外ではなかった。1341年に、ジャン三世が静着なくして死ぬと、同盟で、イボテイのモンフォール博ジャンと名のパンティエーブル女博、ジャンヌの後継者争い、ブルターニュ継承戦争が起こった。モンフォール博は、バンヌをはじめとするブルターニュ半島西部を抑え、 中小貴族が味方し、パンティ・エーブル・ジョハクとその夫シャルル・ド・ブロワは、なんとレンヌなど東部を領有、大貴族とブロワハクの母方のおじにあたるフランス王、フィリップ六世が支持した。フィリップ六世は、パンティ・エーブル・ジョハクを、コンフランの決定で支持して、フランス軍を派遣、モンフォール・ハクを捕らえたが、ヒジャンヌが対抗のため、イングランド王エドワード三世に忠誠を誓い、 イングランドも火星したためブルターニュ継承戦争は100年戦争と並行して代理戦争の様相を呈した。1345年にモンホール博が死去。1346年のクレシーの戦いでフランス軍がイングランド軍に台、後ろ盾をなくしたブロワ博が翌1347年にイングランド軍に捕獲されてもパンティエブルジョ博が徹底抗戦したため、 両陣営は決定打を書き戦争は長期化していった。1364年9月29日のオーレの戦いで、ウロア博がイングランド軍に廃止したことで戦争は1365年4月12日のゲランド条約で終結。フランスをシャルル5世、フィリップ6世の孫は、モンフォール博の同の息子を、ウルターニュ・コージャン4世と認め、以後は、モンフォール家が代々世襲で、 ブルターニュを治めること、モンフォール家断絶後は、パンティエーブル家に移る、ブルターニュは、フランス王への名目的な服従を示す、単純服従のみ許されるなど、対イングランド戦略を進めたい、シャルル五世と、モンフォール側の妥協が成立した。しかしフランス側が、ベルトランデュン・ゲクランやオリビエド・クリソン・ラ・ブルターニュの、有力貴族を味方につけた、パンティエーブル女白の息子ジャンと、 クリスソンの娘、マルグリットの婚など縁でジャン四世は、幼馴染みのクリスソンと宿敵関係となり始め、ジャン四世の方も、イングランドと秘密条約を結び、フランスからの離反を格作して1378年に、ブルターニュ併合の危機を招く、1392年に、クリスソンの暗殺未遂事件を起こした家臣をかくまい、フランス王シャルル六世による遠征が計画されるなど、 無瀬そうな振る舞いを繰り返したが、いずれも、シャルルモセイとゲクランの死去やシャル6世の発狂で、切り抜け、三百九十五年に、クリッソンとは僕して三百九十九年に、亡くなるまでブルターニュを保持した。一方で三百九十九年に、イングランドから亡命していた、ヘンリー・オブ・ボリングブルック、後のヘンリー四世は、ジャン四世の妻ジャンヌド・ナバールを誘惑、同年のうちに、 イングランドへ戻りとこのリチャード2世から王位を三脱すると、ジャン4世の死後にジャンヌと結婚した。これは、ブルターニュ支配を狙った政略結婚だったが、事前にジャン4世から子供たちの工事を託されたクリッソンがブルターニュをフランスに委ねたため策略は失敗。アルティウルラはイングランドへ行かず、フランスで成長することになる。 アルティールド・リッシュモンは1393年にジャン・イオンセイと、ジャンヌ夫妻の次男として、バンヌノで生まれた。ケルト伝説のアーサー王と同じ名前を付けられたことは、後で災いを招くことになった。リッチモンド博の称号は、幼少時に授けられた。兄に、ブルターニュ・コージャンモセイ、弟に、シャントセ・リオシジルト・エタンプ博、リシャール、姉に、アラン・ソン公・コー、 ジャン1世紀、マリー、ロアンシシャクアラン9世紀、マルグリット、妹に、アルマニャッククジャン4世紀、ブランシュがいる。兄ジャン5世との中は、障害良好であったようで、様々な援助を受けている一方、リッシュモンは、兄の死後にその息子の貢献も行い、しばしば、ウルターニュのために働いている。1400年、父からリッシュモンら兄弟の貢献人に指名された。 クリスソンは、フランス王シャルル六世と相談して、兄弟たちがイングランドへ連れて行かれないように手を打ち、シャルル六世のおじにあたるブルゴーニュ公フィリップ二世、ゴータン公二兄弟を託した。兄が無事に皇位を継ぐ一方で、リッシュモンは、パリで、オルレアン公、ルイ、シャルル六世の弟及びゴータン公の身を受けて、ブルゴーニュへ迎えられた。クリスソンらの配慮のおかげで、 母が1402年にヘンリー4世の妻として、娘たちを連れて、イングランドに行ってしまう無兄弟はフランスに泊まった。ブルゴーニュではゴータン公の孫で、同世代である後のフィリップ全領公と、姉で後に妻となるマルグリッドと共に育てられた。リッシュモーンはこの時点で、ブルターニュ公の弟であり、クリッソンとブルゴーニュ公の貢献を受け、イングランド王の義理の息子であり、兄の妻が、 後のシャルル7世の姉ジャンヌであることから、フランス王家とも縁続きであるという華麗な縁石を持っていり、それは後に、さらに発展していくことになる。1404年にゴータン公が亡くなり、後を継いだ息子のジャン1世、ムコア公、マルグリットと全良公の父からは遠ざけられるが、ゴータン公の兄で、シャルル6世の後見人でもあるベリー公ジャン1世は、リッシモンの人物を買い、 シャルル六世の着手である王太子類に近づけさせた。立志門は兄の援助のもと、翌1405年に十二歳で偉人を済ませると、いくつかの戦闘にも参加した。ベリー公はソワソン包囲戦の戦訓により立志門の騎士助訓も行っている。一方、宮廷でオルレアン公とムコア公は同族同士で反目していたが、これは英仏両王家のみならず、 ブルターニュをめぐるモンホール家とパンティエーブル家の争いをも再燃させ、ムコアコは娘イザベルをパンティエーブル女白とクリッソンの孫にあたるオリビエド、ブロはパンティエーブル白ジャンとマルグリッドとクリッソンのこと結婚、対するジャン五世は妹ブランシュをアルマニャック白ベルナール七世の息子ジャンと結婚させた。宮廷がオルレアン派とブルゴーニュ派に割れる中リッシュモンは 兄と共にオルレアン派に属し、1407年にオルレアン皇がムコア皇の死角に暗殺されると、息子でオルレアン皇位を継いだシャルル及び衆トのアルマニャック派くらが結成したアルマニャック派に入りブルゴーニュ派と戦った。リッシュモンは当時の習慣である戦闘後の略奪を嫌っており、1411年のパリ北部の都市産イコールドニカン落において、 ハイの兵に略奪を禁じたことが記されている。これは、後の平成改革にも通じる。一方、アルマニャック派がヘンリー4世と密約を結ぶ工作を進めると、リッシュモンは1412年に、ノルマンディに上陸した、クラレンスコートマスが率いるイングラド軍の出迎え及び、ウルゴーニュ派が放置したベリー港の支配地ブールジを、救援。翌1413年にポンティー・ハク、シャルル、 後のシャルル七世やアラゴン王女、ヨランド・ダラゴンと面会、1414 14年にブルゴーニュ派の拠点である、コンピエーニュ・ソワソンなどを落とす先行を挙げる。ベリー公と、王大使からは、恩賞として、騎士女君、パルトネーの領有権を与えられたが、ここに居座る領主と揉めている時に、イングランド軍が上陸、パルトネーを実行支配できなかった。1413年に、 ママ父のヘンリー四世が没すると、後継者のヘンリー五世が1415年8月にイングランド兵を率いて、フランス北部に上陸した。ヘンリー五世は、フランス王位を要求し、シャルル六世の娘カトリーヌとの結婚を要求した。これに対して王家に忠誠を誓うアルマニャック派は、結集したが、向こうはコーラ・ブルゴーニュ派は親イングランド的中立を維持し参戦を禁止した。 ブルパーニュはフランスと同盟し、ジャンゴ星は8000の兵を率いて戦場へ向かったが、これは間に合わなかった。イングランドとフランスの両軍は史上名高い10月25日のアジャンクールの戦いで衝突し、リッシュモンはフランス国王軍の一員として参加した。100年戦争の通例通り、野戦においては統率もなく、騎士道精神の名のもとに、 各人の巧妙と名誉心で突撃を行う。フランス軍は、長久部隊を中核とするイングランド軍に惨敗し、オルレアン・コーシャルルを含むフランス貴族の多くは、戦死するか捕虜となった。リッシュモーンも怪我をした後に捕らえられ、母のいるイングランドへ連行された。アーサー、アルティールの名を持つブルトン、ブルターニュ人がイングランドを征服するという名人を、ヘンリー五世は気にしており、 兄の旅重なる身の白金支払いにもかかわらず、立志門は釈放されなかった。イングランドにおいて、母はすでにママ子である、ヘンリー五世からは疎まれ、迫害されていて、彼の助けにはならなかっただけではなく、人質にもなっていた。その間フランスでは被護者の大大使とベリー公が12月と1416年6月15日に相次いで亡くなり、1417年に、 別の王大,大使ジャンも死去、ポンティー・ハク・シャルルが王大,大使となる、アルマニャック・ハクも1418年にブルゴーニュ派に殺害され、アルマニャック派は大打撃を受けた。1419年9月10日に、パリを奪回したムコアコもアルマニャック派の報復に襲われ、暗殺、両派の内乱を尻目に、イングランド軍は、ノルマンディーとイルイコールドイコールフランスを制圧、ムコアコの後を継いだ。 フィリップ全領公は、イングランドと同盟を結び、1420年5月21日に、トロワ条約締結で、ヘンリー・ゴセイの将来のフランス王即位が、名文化されるまでになった。ジャン・ゴセイも、遺婚のあるパンティエーブル家に一時監禁されるなど、リッシュモンにとって船状況が、相次ぎ苦難の時を過ごした。リッシュモンは、たびたび先生のもでの自由を得て、 兄にイングランドとの同盟を促すための使者となったが、騎士道の習慣と母が人質状態であることから、先制を破り完全な自由を得ることはなかった。旅衆は5年続き、1420年7月に条件付きで解放。先制状態での旅衆状態は1422年のヘンリー5世の死まで続く、同年にシャルル6世も死去。ヘンリー5世の死後、 幼いヘンリー六世が即位し、ヘンリー五世の弟である、ベッドフォード公ジョンとグロスター公ハンフリーが、後見人となった。1423年に、ベッドフォード公は、イングランドブルゴーニュブルターニュ館の関係強化を図り、リッシュモンとマルグリットを結婚させ、自身も、マルグリットの妹アンヌと結婚している。リッシュモンにとっても結婚はメリットがあり、密かに、ブルゴーニュブルターニュ館で、 ブルゴーニュとフランスの和解を目指すことを約束させ、全領港からトネール白領など領地を与えられた。ところが1424年、ベッドフォード公が些細なことからリッシュモンを侮辱したために彼はイングランド陣営を去り、二度と戻らなかった。ヘンリー五世の死の時点でリッシュモンとヘンリー五世の間の先争が無効になったかどうかは意見が分かれるところであるが、 ヘンリー五世が死に臨んで、あるいはベッドフォード公が独断で先生から解放した証拠はない。ただし、この事件はただでさえ長い間旅修の目にあっていた立志門を決定的に反イングランド的な立場に追いやった。以後、彼は反英神仏の立場を貫き、その影響を受けてジャン五世も神仏的中立、またはフランスとの同盟の立場に立った。 リッシュモンは、旅州時外交期の限定的な自由を得ている状態で、密かに、サボイア公国及び、ブルターニュ公国と、フランス王家及び、ブルゴーニュ公国との大同盟の策謀に加わっており、二人の兄の死により、王太子となり、フランス王となっていた、シャルル七世の日、マリーの母であるヨランド・ダラゴンの信任を得ていた。ヨランドはシャルル七世に働きかけ、 空位となっていた元帥の位に押した。リッシュモンは、兄のアドバイスと指示を受けて、ヨランドの交渉でフランスと九戦協定を結んだ、全領行の支持をも取り付けた上で1425年3月7日に、元帥を受けた。フランス元帥は機能上は、王国、第二の位であり、戦時には一時的に国王の権限を上回る、軍事的な指揮権を持ち、 全軍の先方の司令官となる一方で、国王の入場の際には抜刀して先導する栄誉、ある役職あった。立志門は王国の資金で、ブルトン人4000人の部隊を編成する権利が与えられた。この部隊は最後まで彼の軍の中核となり、忠誠を誓い続けた。そして、これが後の国王常備軍へ発展するための中核となった。しかし、リッシュモンは、 元帥につきながら、その直言と頑固と思われるような信念の硬さから、シャルル七世には疎まれており、取り巻きからは私服を肥やす上で重大な障害と、みなされた。シャルル七世の沿線癖と取り巻きの格子混同により、立志門は、実質的な最小として、王国軍を運用維持していたが、周囲の妨害もあり、1426年にサンジャムド、ブーブロンを包囲した。 家庭から援助を差し止められた上、イングランド軍に包囲網を破られ二度目にして、生涯最後の戦闘での敗北も喫している。リッシュモンは、訓測の間を取り除くべくピエールド・ジアックを、敗斥、翌1427年2月に、ジアックを、即決裁判で処刑すると、彼になり変わったカミド・ボーリーユも処刑し、その際に、ジョルジュ・ドラ・トレモイユと手を組んだ。 シャルル七世は相次ぐ長身の処刑に対し、リッシュモンに不信感を隠せなかった。リッシュモンは、ボーリーユの公認の筆頭自重に、ラトレモイユを推薦したが、彼は清掃において、リッシュモンの上を行っており、リッシュモンは、実質的な権限を停止させられてしまった。ラトレモイユは、リッシュモンを利用してジャックら性敵を葬ると、使い終えた道具である。 彼も処分することに成功したのである。リッシュモンは包囲されたモンタルジの救援をライルトデノは、ハクジャンド・デュノアを率いて9月に成功させたものの、それが一段落すると追放され、パルトネーへ隠居して、支配を固めた。シャルル7世の徴用を良いことに、ラトレモユは国王の軍資金を横領して、私服を肥やした上、着服した軍資金で私兵を雇い。 最大の性敵である立志門を追い払うことまでしており、両軍の兵は1428年にたびたび衝突している。同年秋からオルレアン包囲戦が始まると、立志門はシャルル7世とその取り巻き以外からは、性暴は高く、オルレアン救援の要請が各方面から出されたが、シャルル7世からの命令で近づくことができなかった。しかし、1429年に、 ジャンヌ・ダルクがシャルル7世にオルレアン 9A を認められて出陣すると戦況が一変した。同年6月にはリッシュモンの姉、マリーの息子でアランソン公、ジャン2世をはじめとする軍勢がジャンヌに引き入られてロワール川の総統戦役を開始したためリッシュモンの軍は行動の姿勢を見せた。シャルル7世とラトレモイはジャンヌとアランソン公にリッシュモンの軍を追い払うように 命令するが、ライルなどの将軍は、リッシュモンとの合同イングランド軍との決戦には必要と指示した。ジャンヌは、リッシュモンの指揮を受け入れ、6月18日のパテイの戦いでイングランド軍に大勝利を収めた。ライルの奇襲が成功し、100年戦争の大規模野戦で、フランス軍が勝利する講師となった。この、パテイの戦いが、ジャンヌとリッシュモンの最初で最後の共闘となった。 ジャンヌは、リッシュモンを陣営に止めるべく努力を続けたが、シャルル・七世やらトレモイユだけでなく、アラン・ソンコーやラトレモイユの登園であるジルドレ、デュノワ・ハクなどとは、折り合いが悪かった。信念を曲げぬ頑固さが対立を生んだのみならず、名声が一等地を抜いているために失死されたのも、原因であろう。すでに家柄と実力で、内外から、フランスの第一人者として認められていたと言ってよい。 宮廷から返事がないことに失望したリッシュモンは、ジャンヌラと別れ、パルトネーへ戻り、7月のランスでのシャルル7世の退官式にも参加できず、他方面で、イングランド軍の実質的な総帥イベットフードーと対決していた。ヨランドは、リッシュモンの復権を狙っていたが、シャルル7世とラトレモイユの反発にあって、実現しないどころか、ブルターニュをイングランド法に追いやりかねないような、 行動に出た。ベッドフォード公は、リッシュモンとジャン5世に、イングランド側へ願えるべく工作に出たが、リッシュモンは反イングランド的立場を変えず、実現しなかった。1430年に、ジャンヌが、ウルゴーニュ軍に捕らえられ、イングランドに引き渡された。ナイルやジルドレなどのジャンヌ崇拝者は、独自に救援を試みるが、シャルル7世とラトレモイはジャンヌを見殺しにした。 翌1431年にジャンヌは処刑されるが、ジャンヌの登場により、フランスに国民意識が誕生していたために、シャルル7世とその取り巻きに対して反発が強まり、再度のリッシュモン復権の動きが現れた。1432年に、周囲の説得で、リッシュモンとラトレモイエがはしたが一時的であり、翌1433年、 リッシュモンとヨランドは、ラトレモイユを捕らえて遊兵し、国王の侍従には、ヨランドの息子で王妃の弟である、メーヌハクシャルルが穴を埋めた。この政変により、ラトレモイユは失脚。リッシュモンは、再び王国の総司令官の地位に、名実ともに会議在た。シャルル七世も、この頃からリッシュモンの死欲のなさを認め始めた。リッシュモンは、デュノアハク、ライル、 ザントライユといった武将を使い、イングランドに対して反対攻勢に出た。しかし、配下のブルターニュ編はともかくとして、諸将は相変わらず傭兵隊長としての性質が強く、街道嵐ルティエと呼ばれる略奪を続けた。これは、フランス民衆からの支持を失うだけでなく、時には中立化している、ブルゴーニュ領内でも行い、大同盟も危うくする行動であった。特に、ライルはたびたび、 ブルゴーニュ領内で略奪を繰り返し、リッシュモンからたしなめられている。リッシュモンは略奪でなく、国王の名のもとによる調税によって、常備軍を編成することを考えた。これはかつて、シャルル五世のもとで一部試みられていたことであった。またリッシュモンは、砲兵の活用を積極的に推進、ジャンビューローとガスパールビューロー兄弟の助けを得て、改良した大砲を、工場船で使用した。 これによって、ルーアンやシェルブールなどのかつては不楽であったイングランドの諸拠点が次々に陥落することになる。また、イングランドの長級部隊に勝る射程を持つ砲兵は間接的にイングランドの切り札を封じた。外交にも精力的に取り組み、1435年にアラスで会談が行われた。リッシュモーンは出席した。 全両校にフランスと和睦する条件を突き詰めていき、交渉中の9月14日に障害だった。ベッドフォード公がんだこともあり、1週間後の9月21日に、アラスの和訳が結ばれた。シャルル7世は、リッシュモンの説得に渋々応じ、全両校に父を暗殺したことを公式に陳謝して、ブルゴーニュの脱落とフランスとの同盟への道をつけた。締結後はイングランドに選挙された。 パリの解放に向けて戦略を整え、1436年3月に出陣してイングランド軍を蹴散らし、4月13日にパリへ入場して解放を果たした。パリ解放後もイングランドからの拠点奪回を続け、1437年にモントロー、1438年にドルー・モンタルジ、1439年にもう 1440年にサンジェルマンイコールアン、イコール、レイバールイコールシュル、イコールオーブ。1441年に、クレイユ・ポントワーズ・ベルダなど、イルイコールドイコール、フランスとシャンパーニュの都市を、次々と、脱、選挙区を、フランス有利に進めた。一方、シャルル七世の命令で全領校に捉えられていた、ルネダンジュ、メールクの2位の釈放を全領校に掛け合い、 身の白金を支払い釈放させている。また、リッシュモンは、対イングランド戦争を及び対、ブルゴーニュ広外交と同時に、国内に大混乱を引き起こす現況であった、傭兵部隊の略奪対策を強力に推進した。1439年11月2日にシャルル7世が、召集した三部会の同意の下で直令が制定、略奪を行っている。 傭兵部隊は次々に駆逐されるか、報酬と引き換えに、故郷へ返された。一方で、それまでの不安定な封建貴族の紙幣の寄せ集めや、傭兵隊長の雇用による王国軍を常備制へと返還させる、平成改革を進めた。この財源として、立志門は、貴族の勝手な徴税を禁じ、貴族にも税をかけた。これは、大きな反発を呼んだが、結果として、 王権の相対的上昇をもたらし、絶対王政を成立させる大きな要因となった。風に対する貴族の反発は1440年に、プラグリーの乱として現れ、デュノア博、アランソン公、ラトレモイユやブルボン公シャルル一世などが、王対し、ルイ、後のルイ十一世を擁立して、反乱を、引こた。対するリッシュモンはシャルル七世と連携して素早く、 反乱を打圧、改革を一層を押し進めることができた。ジルドレの領地没収に伴い発生した兄とジルの一族との紛争調停も行い、同年処刑されたジルの医療の一部を兄から分け与えられ所領は増えたが、1442年に妻マルグリット、兄やヨランドなど、身内や被護者を失いながらもフランス南西部のギュエンヌエンセイやジャンヌ・ダルブレとの再婚。 老いのブルターニュ公フランソワ一世の貢献などを務め、1445年と1448年の直令で常備軍制定に尽力した。1446年にフランソワ一世をシャルル7世に侵入させ、ブルターニュとフンスの提携を実現、モンフォール家とパンティエーブル家の和解にも尽力し、こちらも1448年に両家が相続規定と、 領地交換の取り決めにより手を結び、背後を固めたリッシュモンは、ノルマンディ遠征に向けて、準備を整えていった。1449年3月、イングランド軍が、ブルターニュ領のフージェールを奪ったことで、フランス軍は8月から11月にかけて、ノルマンディ遠征を開始、リッシュモン帰下の軍は、ノルマンディ西部のコタタン半島を占領して、フージェールを奪回。 デュノワ・ハクの軍はルーアンなど東部を占領、ノルマンディの大半が奪還された。イングランド王家にとって、孤児の喪失は許されることでなく、イングランドは大軍を編成して、翌1450年3月に再上陸。それに対して、フランス軍は4月15日にホルミニーの戦いにおいて、大勝利を収めた。フランス軍は、リッシュモンの将である、クレルモン・ハクジャンの独断海戦で、 各攻撃派の窮地に陥りそうになったが、リッシュモンは主力を率いて、直ちに救援に向かい、反撃に出て勝利を収めた。これにより、陽光シェルブールへの道が明け、7月1日にカーン、8月12日にシェルブールを砲兵の機動的活用により陥落させた。こうしてリッシュモンは、ノルマンディを完全平定、戦後はシャルル7世の命令で、 ノルマンディー市政官に任命され、占領行政とイングランドの警戒に当たった。1451年に残るイングランドの領土である、ギュイエンヌダッシュを目指すフランス軍の遠征に、リッシュモンは外され、デュノア・ハク、ジャンビューローラがボルドーを含むギュイエンヌを占領した。リッシュモンが、フランス北部を警戒しているために、イングランドは、 ボルドー方面から反撃を試み1452年10月に、シュルーズベリー伯爵ジョン・タルボット率いる、イングランド軍を上陸させギュインヌ回復を図ったが、1453年7月17日のカスティヨンの戦いで、アンドレ・ドラバルとビューローラフランス軍がタルボットを打ち取り、イングランド軍を撃破、10月19日のボルドー陥落で止めを刺され、ギュインヌはフランスが奪い返した。 1456年には、パリがようやく国王を受け入れ、ほぼ全土が、フランス王の主権のもとに回復された。貢献していた、フランソワ一世が1450年に死去すると、フランソワ一世は、娘マルグリットとマリーを設けたのみで男子がなかった。遺言により、マッテてピエール二世が後を継ぎ、ピエール二世に男子がない場合は、ピエール二世の女子よりもリッシュモンの継承順位が上に、 作ることになった。ピエール二世もまた1457年に、実施のないまま死去したため、リッシュモンは、ブルターニュ皇位を継ぎ、ブルターニュ皇アルテュール三世となった。リッシュモンは、元帥を名誉に思い、返上せずに名乗り続けたが、ブルターニュ皇領の反読率は貫き続けた。彼は、ブルターニュの外に持っていた書領に関しては絶対、服従を誓ったが、 ブルターニュー量については単純復従のみであった。これがリッシュモンのフランスにおける評価を微妙にさせている最大の原因の一つである。翌1458年にリッシュモンは健康を害し65歳で死去した。着死がいないため老いのフランソは二世、ついでその娘アンヌが後を継いだが、アンヌはシャルル八世に結婚を強要され、その死後には ルイ十二世と再婚し、ブルターニは、フランス王家が相続し、王領へ併合された。王権の優越を、リッシュモン元帥が確立した時点で、反独立領である、ブルターニ皇領やブルゴーニ領がフランスに併合される、道筋がつけられてしまったと言える。リッシュモンは三度結婚しているが、着手はいなかった。諸子にジャクリーヌという名の娘がおり、百四十三年に、 着出紙に改めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。